皆様こんにちは、しげますでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、学校でマスクを外させるにはどうしたらいいかなっていうところの話をですねやってみようと思います。で、学校でマスク強制されて困ってるって親御さんは結構いらっしゃると思うんですね。外させたいのにっていうのもあると思うんです。で、まあ、私は小学校がの教員だったので、まあ、小学生のことをついつい考えて喋るんですけども、中高生ぐらいだったらですね、小学生でもだといいと思うんですけども、なぜマスクしなきゃいけないんだろうっていうところを調べさせるっていうのをしていただきたいなと思ってます。というのがですね、学校って巨大な洗脳機関でございます。で、そこでなされることというのは答えが用意されて、それをただ覚えろと、理解しろ、覚えろ、教師の言うことは一番いいんだと、これが正解だ、これを覚えとけばね、偏差値が上がると、そういう、特に中学校以上はですね、そういう教育をしていくんですね。で、なぜとかいうことを考えさせないようなシステムになっております。なので、ここで皆さんマスクのことを疑問に思ってらっしゃる皆さんは、ちょうど子どもに考えさせられるいいチャンスだなと思ってください。そしてお子さんに、なぜマスクってしなきゃいけないんだろうねって投げかけてみてください。先生が言うけんたいってね、もし言ったとしたら、じゃあね、先生はなぜ言うんだろうねとかね、先生に聞いてみたのとかね、いろいろそういうやり取りもなさっていいと思います。そして数字が理解できる学年、4年生以上ぐらいだったらある程度数字できる、理解できると思います。日本国民が 何人で、そのうち、コロナの死者が何人でとかね、いろいろ調べさせたら、そこで数字のおかしさっていうのにも気づいてくると思うんですね。だからそういうのを気づいてきて、変だよねって思ってきた時どうするとかね、マスクしたくないんだよなとかってお子さんが考えた時に、そこでお母さんたち、そこでね、なんかいろいろ言いたくなると思うんですけど、言わないでくださいね。どうするって、もう黙って見守ってあげてください。で、でもね、友達からいろいろ言われるの嫌だしなとかね、先生から言われるのも嫌だしなとか言われたら、それも黙っておいてください。いや、もうやっぱりしたくないけんやめるって、もうちょっと先生でもいろいろ聞いて、ちょっとやめ、したくありませんって言いたいなって言われた時は、それも黙ってサポートしてあげてください。で、ちょっとその外させてあげたいのに、なかなかうちの子真面目でちゃんとするんですよねっていう親御さんも結構いらっしゃるんですよ。で、そのことに関して私は申し上げたいのは、仲間作りしてくださいということです。お友達の中で仲がいいお友達と一緒に、そのマスク、なんでマスクするのかなって、そういうのを学び合う、そういうお友達作りをちょっとぜひやっていただきたいなと思うんですね。そして友達と、なんかやっぱおかしいよねって、外したいよねっていうふうになり始めた時、2人でこっそり外してみる。ね、そしたらとか、先生に言いに行って、私はやっぱりなんかおかしいと思うから外したいんですって言いに行ってみるとかいう行動にもし出ていかれたら、それはとても締めたものだと思っております。で、私は何が言いたいかというとですね、学校側に安静構成っていうのをですね、あんまりですね、正面切ってですね、言われない方がいいと思うんですよ。お子さんを学校に通わせる予定であればです。もう通わせる気ない、もううちでホームスクリーニングで頑張るって言われるのであれば、別に私はもう何も申し上げませんけれども、できれば今の学校も活用した方がいいじゃないですか。だって税金払ってるわけですからね。だからっていうことになりますと、子どもさんも学校に行きたいでしょうし、そこで居づらくさせるのはね、得策ではないと思うんです。でもご本人が、もう外したいったいって、面白くないし、これも苦しいし嫌だって言い始めたら、それは見守ってあげてください。で、一番私が言いたいのは、親御さんはお子さんがそのマスクを真面目につけていく、外していく、どういう行動を取られようと、しっかり見守って、本人がですね、困ったってなった時だけ、あるいは先生からしつこく言われるとか、マスク警察状態になっていじめにあってるとかいう状態になった時に、ここぞっていうとこ時にだけツボを押さえてですね、おかしくないですかってね、一言ですね、学校にちょっとこうねじ込みに行くねじ込みに行くって言葉すごいっすね、でも本当にそうなんですよ、おかしくないですかって、
この数字先生見てありますかって、その時は出番です、親御さんの出番です。でもそれまでは深く静かにお友達と仲間作りをなさった方が私は得策じゃないかなって思っております。まあ参考になるかどうかちょっと分かりませんけれども、まあちょっと少しだけこう、まあ元教員のこういう考えもあるんだなっていうふうに参考にしていただければ幸いでございます。今日も聞いてくださってありがとうございました。失礼いたします。